アメリカのレッドマンのルーズリーフとデンマークのオリバーツイストタバコのビットは紙タバコの代表的なブランドである。紙タバコは頬と歯茎あるいは上唇と歯の間にタバコの一部を挟み噛むことによって摂取する無塩タバコの一種。ティッピングタバコとは異なり未粉砕の状態であるため風味やニコチンを感じるためには噛み砕く必要がある。その後、不要な汁は吐き出す。 紙タバコは通常、ルーズリーフ、ペレット、プラグなど、いくつかの種類に分けられて製造されている。現代の紙タバコのほぼ全てにおいて、葉の熟成、切断、発酵、加工、甘水けなどのプロセスを経ている。歴史的には、アメリカの紙タバコのブランドの多くは、葉巻きの切れ端を用いて製作されていた。グリムトリエピル。 クルーゼ社による紙タバコの広告噛むことは、タバコを摂取する最古の方法の一つである。南北アメリカ双方の先住民たちは、ヨーロッパ人がやってくるはるか、前からコカの葉と同じように、しばしば石灰を混ぜた植物の葉を噛んでいた。アメリカ南部は、タバコ農業が盛んで、世界中でプレミアム価格で取引がなされていた。タバコ農家でなくとも、ほとんどの農家は、 自家使用分に少量栽培を行ったり、近隣のタバコ農家と取引していた。19世紀後半に入ると、南部で大手タバコ会社が設立され、ウィンストン・セーラム、ダーラム、リッチモンドが最大の雇用主の一つとなり、商業販売が重要となった。アメリカのタバコ産業は南部人が支配しており、ニュージャージー州に本社を置く。 ヘルムタバコカンパニーのような大企業でさえ、元南部連合軍将校のジョージ・ワシントン・ヘルムが社長を務めていた。1938年、RJ レーノルズは84銘柄の紙タバコ、12銘柄の遊園タバコ、そして一番の売れ筋であるキャメルブランドのシガレットを販売していた。RJ レーノルズは紙タバコの大量販売を 行っていたが、その史上は1910年頃にピークを迎えた。1860年代後半のアメリカ南部の歴史家が栽培地での一般的な使用方法について階級や性別に着目して以下のように報告している。タバコを噛むことは一般的なことであった。この習慣は戦前からアメリカの南北両地域の農家の間で広まっていた。兵士たちは 戦場でタバコを慰めとし、家に帰っても口の中でタバコを回していた。屋外においてそれが自分の土地なら他者に不快感を与えることがないから地面に唾を吐き、屋内や公共場所であれば短ツボが用意されていた。茶色や黄色の放物線はツボを外すこともあり、清潔さとは無縁なことが非常に多かった。洒落た教会の回収席にさえ、 このような身近な便利品が置かれていたようである。ジョンソン大統領の恩赦を待つ南部の多数の裕福な男たちが待機するホワイトハウスの床は彼らの唾液による水溜まりや水滴で覆われていた。1865年に南部を旅行したある観察者によると12歳以上の男女の10分の7が何らかの形でタバコを使用していたという。女性たちは キャビンのドアの前で裸足になり、汚い綿のワンピースを着て、椅子を後ろに倒し、トウモロコシの宝軸で作ったパイプに、足の茎やガチョウの羽毛をはめ込んで吸っているのを見ることができた。8歳か9歳の少年や、犯人前の少女も喫煙していた。女性や少女たちは、家の中やポーチ、ホテルの公の場や街中で、浸っていた。A History of the United States since the civil war。 ボリューム1バイエリス・パクセン・オバーホールツアー 1917P93 紙タバコはアメリカ南東部の一部の地域では若い男性が主に使用しているが他の地域や年齢層で使用されていないというわけではない。2006年9月にバージニア州上院議員選挙の共和党、民主党両党の候補者たちは共に紙タバコの使用を認め、 それが子供らに悪い見本になるという意見で一致した。19世紀後半にアメリカ西部で紙タバコの人気がピークであった頃にはスピトゥーンと呼ばれる器具が講と共に至るところに設置されていた。スピトゥーンは校内に溜まった余分な汁や唾液を吐き捨てるものだった。紙タバコの人気が下がるにつれスピトゥーンは西部開拓時代の遺物となり博物館以外では ほとんど見られなくなった。ただ、アメリカ上院の旧議場には、伝統として、スピトゥーンが置かれている。紙タバコにはいくつかの種類がある。ルーズリーフは、紙タバコで最も広く普及しているタイプのものである。細かく切ったタバコの葉に、甘味料や香料を加えたもので、通常は3オンスの袋に入れて販売されている。ルーズリーフは、甘味料を加えているため、 粘り気のある食感が特徴である。一般的なルーズリーフチューイングタバコのブランドには、レッドマン、ディーバイギャレット、ビーチナット、ストーカー S などがある。リップはタバコの葉を細かく細断し、ものによって甘みを加え、通常はフレーバーも添加されたものである。1.2オンスの缶で販売されている。細かくカットされているがために、粒状に近い食感となっている。 またルーズリーフと比較してかなりニコチンの含有量が多い。缶の中でタバコがくっついてしまいパッキングしないと簡単には使用できない。フレーバーはナチュラル、ウィンターグリーン、ミント、フルーティーなものなど様々な種類がある。一般的にはコペンハーゲン、スコール、グリスリーなどのブランドがある。缶は1本ずつまたは5本単位で販売されている。 アメリカ産のプラグタイプの紙タバコプラグは、タバコの葉をプラグと呼ばれる、四角い、レンガ状の塊に押し固めたものである。これを噛み砕いたり、切り取って咀嚼する。プラグの人気は低下しており、ルーズリーフに比べると入手しにくい。歴史的にはパイプで吸ったり、噛んだりしていたが、現在ではこれらは異なるものになっている。ツイストは、タバコを練り合わせて、ロープ状にしたものである。 多くのルーズリーフと異なり、ツイストは通常甘くない。ツイストのピースは噛み切るか、あらかじめカットしてから用いる。ツイストはマイナーで、主にアパラチア地方で見られる。歴史的にツイストはパイプで吸ったり、粉砕して、鍵タバコにして利用することもあった。チューバッグは、伝統的にカットされたタバコを0.5から1.0グラムの小さな袋に入れたものである。 中バッグは他の紙タバコと同じように使用されるが、外観はスヌースにも近い。欧州委員会のエブティの定義では、カット、またはファインカットのタバコフレークを小袋に詰めたものとなっている。消費者は小袋を上唇の間に挟み、噛むことでフレーバーやニコチンの量をコントロールし楽しむ。傾向及び唾液タバコは高がんの前兆である、 白板症のリスクを高める。紙タバコは特に高校、喉癌を引き起こすことが知られている。国際癌研究機関によれば一部の健康学者は無煙タバコを禁煙プログラムに用いることを提案し、それによって喫煙者の発がん性物質への暴露や癌のリスクを部分的に減らすことができると暗黙的または明示的に主張している。しかし、これらの主張は 入手可能な証拠によって裏付けられているわけではない。1845年にベースボールのルールが決められた時、紙タバコはプレイヤーやコーチが使用するありあふれたものであったが、その発言性については知られていなかった。1900年代初頭には選手の間で無塩煙タバコの使用が横行していた。ベースボール界において紙タバコの使用は紙巻きタバコが普及して、 無煙タバコが取って買われる20世紀半ばまで着実に増加していった。しかし今日では神タバコよりもディッピングタバコを使用する選手の方が増えている。一家に示すように結果的に高校癌で亡くなった著名な選手は少なくない。止めたジョーがラジオらは神タバコについて警告している。私は彼らにこう言うんだ。私の言うことが気に入らないかもしれないが、 肺癌では、肺の癌によって、死ぬんだ、高校癌の場合は、一つずつ死んでいく。首に作用し、顎に作用し、喉に作用して、ガラジオラ、フークイット、ボーンズアバウトチューイングタバコバイ・ジョージ・ベックシー・メイ29、2010ビルタトルは、メジャーリーグの選手で、ベースボールだけでなく、紙タバコ反対運動でも大きな名を残した。タトルは、デトロイト・タイガース。 カンザスシティアスレチックス、ミネソタツインズのガイ手として活躍した選手であり、野球カードにもタバコで頬を膨らませた姿が描かれているほどのタバコ好きだった。無縁タバコを始めて約40年後、口の中に重度の使用ができ、皮膚を突き破った。亡くなる数年前には、タトルは多くの歯、顎の骨、歯茎、そして右頬骨を切除することになり、 未来も取り除いた。晩年のタトルは、子供たちが紙タバコを目にしたり、影響を受けたりしないように、テレビカメラに映る場所では紙タバコを使用しないように、メジャーリーグの球団に働きかけていた。また、友人である元メジャーリーガーのジョー・ガラギオラが、運営していた、全米大気タバコ教育プログラムにも時間を割いた。タトルは1998年7月27日、5年間の、 ガンとの戦いの末に亡くなった。史上最も有名な選手であろう、ベーブ・ルースの死因は、陰頭ガンであった。1940年代半ば、ルースは鼻陰頭ガンと診断された。このガンの原因のトップは、アルコールとタバコであり、ルースはそのどちらも徴用していた。ブルックリン・ドジャースのピッチングで19歳でキャリアをスタートさせたレックス・バーニーは、後に振り返って、コーチに、 メジャーリーグのピッチャーになりたいと思ったら、紙タバコを始めろと言われたと語っている。バーニーはタバコを噛むことで病気にかかり、先発するはずだった初戦に出場できなかった。殿堂入りを果たした外野手であるトニーグウィンは、2014年6月16日に大気洗顔で亡くなった。彼は、癌の原因が長年にわたる紙タバコやディッピング、タバコの服用のせいだと述べていた。 選手による試合中のタバコの使用を禁止すべきか否かは論争がある。メジャーリーグの選手協会はタバコは合法的な物質であり、試合中での使用は問題ないという声明を出している。しかし、ハーバード大学公衆衛生大学院のグレゴリー・コノリー教授は選手による無煙タバコの使用は青少年、特にスポーツをしている若い男性に、 強力なロールモデル効果をもたらし、その中には将来プロのスポーツ選手として活躍するようになっても依存症が残ってしまう人もいると指摘している。この理由によれば、マイナーリーグの選手の4分の1とメジャーリーグの選手の3分の1が試合中の紙タバコの禁止を支持している。2011年のワールドシリーズでは健康上の問題から MLB に紙タバコの使用禁止が求められた。 10代のすべてのタバコ製品の使用量は減少している中で、紙タバコの使用量は増加している。これは特に白人男性とヒスパニック系男性に当てはまる。1970年当時には65歳以上の男性が18から24歳の5倍の無煙タバコの使用者であった。アメリカ疾病予防管理センターによる2009年の調査では、 アメリカの高校生の8.9%が調査日から30日前以内に無煙タバコを使用していたことが分かった。使用は女性よりも男性、黒人、またはヒスパニックよりも白人が多く見られた。また、高校生使用者が多かったトップ5の州はワイオミング、ノースダコタ、サウスダコタ、モンタナ、ウェストバージニアであった。ありがとうございます。